こんにちは、市役所です。今回は令和5年度の幼稚園保育所認定こども園などへの入園児募集について、幼児科の小林蘭さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらのテロップをご覧ください。はい。幼稚園や認定こども園などにはそれぞれ入所要件があり、保護者の就労や出産、子どもの年齢によって利用できる施設を選択していただくことになります。詳しくは入園のしおりにも掲載していますので、ご確認してください。はい。幼稚園や認定こども園保育所には1号認定、2号認定、3号認定の3つの認定区分がありますが、それぞれどのような人が対象になるんでしょうか。まず年齢についてですが、1号認定、2号認定は子どもの年齢が満3歳以上、3号認定は子どもの年齢が満3歳未満です。また1号認定は認定こども園や幼稚園で教育を希望する人が対象で、2号認定、3号認定は入所要件に該当し、認定こども園や保育所などで保育を希望する人が対象となります。なお、要件に該当することを証明する書類が必要となりますので、ご注意ください。わかりました。では具体的な申し込み方法を教えてください。幼稚園や認定こども園の1号認定の受付期間は10月17日月曜日から31日月曜日までで、受付期間は平日の午前9時から午後5時までです。希望される幼稚園または認定こども園に直接申し込んでください。また1号認定には優先利用区域が定められていますので、詳しくは幼児課に問い合わせてください。はい。では続いて、保育所や認定こども園などの申し込み方法についても教えてください。保育所などを初めて利用する場合は、市役所の幼児課または各支所の窓口で申し込みします。またすでに保育所などに在園中のお子さんの継続利用や兄弟の新規申し込みは、利用されている園に直接申し込んでください。受付期間は10月3日月曜日から31日月曜日までで、受付期間は平日の午前9時から午後5時までです。園に直接申し込む場合は開所時間内に申し込んでください。なお、幼児課では毎週木曜日の受付時間を午後7時半まで延長しています。申し込み初日や月曜日、最終週は大変混雑が予想されます。入所審査は申し込み先着順ではありませんので、期間内に必要書類を準備の上申し込んでください。はい。木曜日は午後7時30分まで受付してもらえると、日中働いている方も安心ですよね。では初めての利用申し込みはどういった流れになるんでしょうか。はい。まず担当の職員が窓口で家庭状況を聞き取り、申し込みに必要な書類をお渡しします。就労証明書など保育の必要性が確認できる書類を揃えて、幼児課または各支所の窓口に提出してください。はい。現在育児休業中で、令和5年度中に育児休業から復帰する人でも申し込みはできるんでしょうか。はい。入所受付は令和5年4月1日からの入所だけではなく、年度途中に育児休業から復帰する人や、申し込み時点ではまだ妊娠中の人も対象になります。わかりました。ではその他に注意する点はありますか。申し込み初日や月曜日、最終週は窓口の混雑が予想されます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ少人数で来庁してください。申し込みの際には分散来庁に協力をお願いいたします。今回は令和5年度の保育所などへの入園児募集について説明していただきました。小林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。